戦車タラニスの中は子供たちに突きつけられた現実の重さがそのまま空気になったようによどんでいた。ねえねえ。そうね。そんな重苦しい雰囲気の中、妙な事件が起きていた。何なのです？ぼーっと光る子供の亡霊のような姿が戦車の中に現れたのを見たという話だ。亡霊は何も言わず現れてはすっと消えるだけだったという。子供たちは疲れていたから見た幻、つまり気のせいだろうということにした。よし。行くよ。終わった。楽しみだね。調子はどうなのです？どうもなのです。ねえねえ。
やあ。はい。そうなの？そうだね。ご機嫌いかが？元気？ねえ。素晴らしいわ。あのね、何？行くよ。やったー。元気？ご機嫌いかが？行くよ。Thank you.
撃の準備を。完璧な作戦だったのです。